どうもこんにちは。沖縄の鈴木です。さあ、今日もやっていきましょう。ポケモン救助隊。ポケモン救助隊 DX。あれなんか言葉が足りないぞ。まあいいや。さて、精霊の丘は大いなる峡谷にあるらしいね。早速行こうよ。大いなる峡谷に。つうわけで、ちょっと今回は大いなる峡谷。こっちに行ってみようかと思います。行くよ。さあ、そういうわけで、大いなる、なんか結構、お仕事が溜まってるんだけど、いや、大いなる峡谷が、いけるかな？ちょっと待って、推奨レベルはないの？レベル書いてない？レベル、もういいや。いくよ、大いなる峡谷。はい。今ね、まあ、こんな感じのレベル構成なんですよ。こういう時のレベルが15っていうのはちょっと気になるんだけど、まあ、なんとかなるかな。そして、ちょっとコイルが、役には立つんだけど、電気タイプなんだろうな。なんだろう。別のタイプが欲しいな。まあいいや、行こう。ここが大いなる峡谷か。ここの頂上が精霊の丘と呼ばれてるんだ。フーディによると、精霊の丘は13階にある。ネイティブはそこにいる。13階まで行かなきゃいけない。よし、頑張るっす。いけっかな。ほら、ちょっとコイルはこの長距離から打ってくれるのがすごいいいんだよな。さあ、サクサクと13階まで行きましょう。階段はさあ来い。階段ないな。よいしょ。階段。もうどんどん降りたいよ。下に降りたいよ。下に降りるんで上に上がるんで何言ってんだ俺は。よいしょ。あった。はい、先進みます。これで3回。あと10回も上がんなきゃなんない。きつい。どうしま、上行くぞ。階段ないの？ないな。本当にもう。階段。エレキボール。マジでかい。あった。はい、行きます。はい、4回。OK。どっち行こう。階段。こしょやった。よし。あれ？アイアンテール。あ、後ろにもいるのか。よし。あ、階段があったー。よいしょ。吸い取るか。よいしょ。はい。5回。まだ5回。大変です。よし、階段があったぞ。お金拾って、先に進みます。6回。よいしょ。なんか、びっくりした。さあ、行こう。はい、7回。13回までサクサクいけそうな気もしないでもない。うん。大丈夫か？まだ来るのか。やばいやばい。うん。あ、お腹空いてる？ちょっと待って。とりあえずリンゴ食べよう。なんか今回お腹空くの結構早い。うん？よいしょ。階段はどこだマジで。あれ？階段ねえよ。うん、こっちか。うん。あったあったあった。よし。コイルの PP がゼロ。早い。ちょっと待って。PP。PP リカバー。はい。コイルに飲ませて、シグナルビームが、もうこんなに使ったの？階段。あれ？やばい。あ、はい、お友達になってください。キャンプにいませんか？ありがとうございます。あ、レベルも上がった。誰の？あ、俺か。ピカチュウか。いつの間にかもうピカチュウを俺と言ってしまう。あ、よーし。9回。13回まであと4回。やめてー。よし。上。また。階段がないぞ。いくよー。階段がないよ。本当に階段がないよ。嘘。なんかお腹減るの早いよ。なんか前後挟まれてるような気がするんですけど。おい、またレベル誰だ今度は。コイルか。レベル16になった。よし。あれこっちか。おい、こんなところにあるなんて。よいしょ。あれ行くぞ。はい、10回。13回まであと3回。あ、ここはこの部屋にあった。よかった。よいしょ。ちょっと待って。いろいろ落ちてるから拾ってから行こう。はい、先に進みます。11回。あれついあれとか言っちゃったけど。よし。どっち行こう。下行こう。あれまたビームがなくなって。ちょっと待て。PP リカバーをコイル消費早いよ。うん、今回は本当に、うん、燃費が悪いっつうかなんつうか、ここだよな。バリー、そしてまたねえし、うん、こっちはあった。うん、よし、うん、階段、はい、12回。階段どこ？うん、ありがとう。最高ですか。うん、あったよー、階段あったよー。うん、ワンワン、はい、13回。お、それでも何事もなくサクッとたどり着いたような気がする。やっと頂上に着いたね。どこにいるの？ここが精霊の丘か。どこにいるんだ？あ、あそこにいた？あ、いた。うん、あそこにいるのネイティブじゃないかな。多分そうだよ。もしもーし、あなたもしかしてネイティブさんですか？あれ、もしもし、あ、聞こえてないのかな。もしもーし、寝てる？もしもーし、ダメだ、全然反応がない。立ったまま寝てるのかな。どうしよう、くすぐってみるか。カチャカチャ。うん、ダメだ、起きねえよ。先生、ダメだ、全然効かない。グフ、あれ、グフ。うん、こういう笑い方するやつっているよな。うわ、何？ひゃ、太陽が沈んでいく。いかにも私はネイティブ。私の正体を見抜くとは見抜いたかな。お前たちただものではないな。正体ってそんな大げさな。いや、私にはわかる。そこの前、お前はただのポケモンではない。お前は人間だな。え、なんでわかるの？私は一日中太陽を見つめることで目が悪くなりそうだな。あらゆるものが見えるのだ。過去も未来もな。だったら教えて、ネイティオ。隣にいるの、タコマサって言うんだけど、気がついたらポケモンになっちゃってたんだって。しかも人間の時の記憶もないんだ。ネイティオだったら何かわかるでしょう。教えてよ。最近よく起きている自然変動。それは世界のバランスが崩れたため起こっているんだ。そして、お前がポケモンになってしまったのも、それと大きく関わっている。タコマさんがポケモンになったのと自然変動が大きく関わるかな。うん。だって、それどういうこと？うん。タコマさんと自然変動がどう関係してるの？なんかあんまりこう、呼び捨てで言われるとすごい変な気分だな。なんなの？なんで黙っちゃうのね？教えてよね。それより、私は恐れているのだ。崩れたバランスを早く元に戻さないと。世界はとんでもないことになる。世界がとんでもないことになるだって？私自身そんな未来が毎日見えてしまい、それに怯えているのだ。ね、ネイティオ。怖いのだ、私は。世界が壊れるのだ。世界が壊れる。聞け、驚いた。あの高政ってやつ人間だったのか。いいこと聞いたぜ。面白くなってきたな。けいけい。弦がここまでついてきてるし。うん。とにかくね、大いなる峡谷の冒険を無事に終えた。うん。あ、26ミゲットだ。こんだけか。はい。うん。で、ありがとう、魚コメントに疑ってる。うん。キャンプにいないし。はい。よろしく。仲間にしますよ、もちろん。よし。うん。ニックネームはとりあえずいいや。うん。さあ、起きたよー。うん。今回はどうすんのこれから。うん。おはよう。今日も頑張っていこう。と言ったりと、昨日のネイティブの話どう思う？気になるよね。まあ、確かに気になる。やっぱりそうだよね。気になるよね。世界のバランスが崩れたのと、ポケモンになったのは関係があるって話だし、しかもそのせいで自然変動が起こってるってことだし、意味わかんない。何よりこのまま放っていくと、世界が壊れちゃうって言ってたもんね。うん、ますます意味わかんない。なんとかしたいけど、でもちょっとわかんないことが。ね、世界のバランスって、なんだろう？なんだろう？いや、知らない。うん。うん。見当もつかないし、どうしたらいいかわかんないよ。まあ、僕たちは僕たちでやれることをやっていくしかないか。やれることを一つですね。あれ、今日は来ないのかな？うん。まあいいや。はい。というわけで、今回は、とりあえず、こんなところで、なんか、EV が後ろキョロキョロしてるのかわいいな。今回はとりあえずこんなところで一旦終わりにします。よかったらね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。じゃあ、また、バイバイっす。おや？あそこで何か話してるよ。何が？何があったの？球根伝説ってある昔話の。何それ？知らない。球根の尻尾を触ったやつから、たたりをかけられるという昔話だよ。ずっと伝説だとばかり思って壊れてたんだけど、ここに来て実は本当にあったんじゃないかって噂になってるんだ。まあ、あくまで噂ですから、話半分で信じた方がいいですよ。ちなみに私は噂なんか信じません。球根の伝説を詳しく聞きたかったらよ。ナマズンってポケモンがよく知ってるから尋ねるといいぜ。あっちにナマズンはほら、あそこの池にいるぜ。話が聞きたければ尋ねるといいぜ。いろいろあるんだ。